ギ・ド・モー・パッサン、1850年8月5日から1893年7月6日は、フランスの自然主義の作家、劇作家、詩人。女の一生などの長編6編、死亡の塊などの短編、約260編、他を残した。20世紀初期の日本の作家にも影響を与えた。ノルマンディ。 セーヌマリティーム県北部の沿海地域に生まれたと言われるが、詳しい生誕地については、諸説ある。父はギュスターブ、母はロールル・ポアトバンで、ブルジョワ階級であった。1862年、12歳の時に、船下の父母が別居し、エトルタの別荘で母と暮らすようになった。1863年、イブ島の神学校の寄宿舎に入ったが馴染めず、 1868年ルアンに移り、1869年、そこのコルネーユ高等中学で、バカロレア資格を得た。1870年パリ大学法学部へ進んだ。直後に、不屈戦争の遊撃隊として招集されるも、敗走した。敵を憎み、戦争をも憎んだ。1872年、22歳の時、パリに出て、海軍省の省役人になった。 おじの親友で、母の知り合いでもあった、フロベールの指導を受けるようになる。フロベールの家で、ツルゲーネフ、ゴンクール兄弟、ゾラ、ドーデーラに出会い、1875年に、短編、白星の手を、1876年にし、水辺にて、が雑誌に掲載された。翌1877年から、先天的梅毒による、神経系の異常を自覚するようになった。 1878年、文部省へ転じた。1880年、30歳の時、ゾラを中心として、不仏戦争を扱った、同人作品集、メダンの言うに、死亡の塊が掲載され、文豪としての地位を確立した。鋭い筆致で庶民を描いた、ゴロは、ジルブラス、フィガロの三種にも、作品を載せ、後単行本として編纂された。この年、 水辺にてと短編、壁が風俗敏乱の追求を受けた。この頃から神経系の岩質が悪化し、文部省を休職1882年に退職した。1883年33歳の時の女の一生は、ロシアの文豪トルストイにも評価され、3万部を売り上げた。同年エトルタに別荘を構え、1885年には、 南仏アンティーブに別荘を買った。1886年、ヨットを持った。活発な執筆出版活動の傍ら、旅も、頻繁に出かけ、海浜での水の遊びをすいた。夫人との交友はあったが、生涯結婚はしなかった。この頃になると、目はさらに悪化していった。1888年、38歳、不眠症を患い気候が目立つようになり、 1889年には、麻酔薬を乱用した。この年のパリ万博に合わせて立った、エッフェル塔を嫌い、眺めずに済むからと、塔一階のレストランで食事した。1891年に発狂し、1892年自殺未遂を起こして、パリ16区パッシーの精神病院に収容された。 1893年、42歳、その病院で没死、モンパルナス墓地に葬られた。オーレンドオフ版の死亡の塊病死没後モーパッサンの作品翻訳は20世紀初頭以降より多数行われ、網羅した諸子学的な調査はモーパッサンをめぐってのサイトに詳しい。以下の列記は比較的近年観光のみにとどめる。バーセズ、ロラン。 ザ・エフフェルタワーアザーミソロジーズ TR ハワードリチャードバークリーユニバーシティオブカリフォルニアプレス9780520209824ページ1モントリオール復刊に寄せてモーパッサンをめぐって外部リンクの情報のほかありがとうございます